です。今日はですね、じゃん。じゃーん。サーキットでーす。サーキット場に来ました。イエーイ。はい、今日はですね、本庄サーキットに来て初のサーキット走行にしていこうかなと思います。やばい。今日ね、一緒に走ってくれる車はこちら。もちろん私の WRX の S4 ちゃんでございます。やばい、めっちゃ楽しみ。もうね、この日のためにサーキット走行するぞって言ってね、いろいろカスタムしてきたので、まあ、カスタムをしたね、力を見せれる走りをができればなと思うんですけれども、まあ、いかんせん初めてなので、死なないように楽しみながらできればなと思います。はい、じゃあね、行ってきたいと思います。はい、ではね、今日走る本庄サーキットさんのね、マップをまず紹介していきたいと思います。はい、まずですね、こっから入ります。こっから入って、こっからの1区ね、からの、2区ね、うにょうにょの、はい、3区ねって、ちょいちょいくねって4区ねですね。今回は4区ねでございます。4区ねマップということでね、マップをしっかり頭に叩き込んで、いいタイムが出るようにね、走っていきたいなと思います。これ、なんか目見えなくない？私。こうか。はい、残念。いよいよ行っていきたいと思います。はい。死にそうなんですけど、いや緊張する。めっちゃ、まあ、他の人にね、迷惑かかんないようにやれたらなと思います。やばっ、行くぜ。
ーとしてあるまじき何も喋るってない無だった気がします。YouTuber としてのあるまじきムーみたいな感じだったと思うんですけど、なんか結果表みたいなの持ってこれるので、ちょっと持ってきたいなと思います。持ってきます。よし、どれだ、行ってきます。はい、めっちゃ私のね、初めてのサーキット走行が終了しました。もう顔が死んでる顔が死んでる、すごい疲れた。なんか15分くらい走るんですけど、もうめっちゃ疲れたね、顔が。大丈夫？まあいいや。こんな感じです。で、なんか結果みたいなのはね、こんな感じでもらえます。じゃん！私は、一番早いタイムが、59秒497で、ですね。はい。これがね、早いのか遅いのかちょっとわかんないんですけれども、まあ多分遅いでしょう。これはね、記録をどんどんこう塗り替えていけれるように頑張ってね、いけたらなぁと思います。なんか、多分ね、動画とか見た方がいいのかな、多分。はぁ、耳が痛い。やばい。とりあえずね、なんか走ってる時はもう無心で走ってたんで、何も考えてなかった。でもね、何回かね、滑りそうでね、結構危ない部分があったんで、なんだろうね。自分の今日はね、事故らないでね、取れただけでも自分は頑張ったのかなと思いました。だってほんと事故りそうでね、なんか死にそうなシーン何回かあったもん。3回とか4回ぐらい。ひよっとしてたんでね。はい。そんな感じですかね。まあいい感じでね、取れる。このタイムがね、どんどん縮まればなと思います。こんな感じで、ね、タイヤがモクモクしてるんですけど、見えますかね？ちょっとタイヤもうやばいな、マジでこれ。もくってる。ま、あ、あっちゃいもん。やべやべ。熱いホールでございます。はい、お疲れ様です。イエイ。もうね、初めての走行だったんですけれども、もうね、最初超怖くて、もうだって、なんだろう、走ってる人がもうビンビンなわけよ。もうビンビン走ってて、いや、もう私大丈夫って感じだったんですけれども、もうね、やったらやったで、もうめっちゃ楽しくて、なんか最初はなんか、まあ死なない程度にとか言ってたんですけど、死なないように楽しみながらできればなと思います。もうタイヤがね、もうキュ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 言うまで、なんやかんや走ることになりましたね。なんか、めっちゃ楽しかったし、もうまた来ようかなと思います。なんか今日は、タイヤを、今日思ったのは、結構タイヤがあんまり多分良くなくて、なんか、こう滑るんですよね、めちゃくちゃ。いい感じでグリップしないってやばいのかな。なんで、タイヤをね、行動用のタイヤなんで、サーキット用のタイヤに変えて、変えたら、多分もうちょっと速くなるのかなと思います。なのでね、次は、タイヤを変えようかなと思います。あとは、私ブレーキ変えてるんですけど、ブレーキね、やっぱ、もうめっちゃ効いてね、ほんといい感じ。もう、やべえ、あー、死んじゃうみたいなところも、ね、結構何回かあったんですけど、ブレーキね、思いっきり踏んだら、まあ、ちゃんと効いてくれて、思いっきり踏むのはあんま良くないんだけど、なんて言えばいいのかな。こう、いい感じでブレーキがね、こう効いてくれて、私をしっかりね、守ってくれたんで、ほんとにね、ブレーキ変えてよかったなって思います。皆さんもね、さっき言ってくるときは絶対タイヤとブレーキで変えた方がね、いいと思う。はい、そんな感じで今めっちゃ楽しかったです。はい、やばいね。またね、来ようかなと思います。はい、それでね、今気づいたんですけど、完全にね、終わっちまっ、やらかしたなって思ったことがありまして、車はね、スポーツシャープにしてなかったんですよ。なんか、スポーツモードで走ってなかった。ノーマルモード？スポーツでね、走ってたの。完全にね、やらかしてきましたね。だから次は、ノーマルモードじゃなくて、まあ、スポーツシャープモードで、ちょっと走ることをね、まず、真面目だからね、こういうミスもあるよね。走りたいなと思います。やらかしたまあ、楽しかったからね、丸ということで、ありがとうございます。はい、じゃあね、最後まで見てくれてありがとうございます。どうだったでしょうか感想とかね、コメントとかで教えてくれると嬉しいです。やばい、めっちゃ楽しかった。ですね。楽しかったよ、私は。はい。じゃあね、高評価とかチャンネル登録とか、ま、いろいろよろしくお願いします。バイバーイ。鈴木なるでした。はい。とりあえずね、お腹空いたんで、ご飯を食べたいと思います。
はい、おしんこ食べました。めっちゃ美味しそう。超うまそう。おしんこ好きなんですよね。はい、こんな感じでおそばが来ました。美味しそう。やばい、めっちゃお腹空いてたからやばい。今日はさ、ヘルメットかぶるっていうことでさ、顔がスピネス。あ、でもカラコンと眉毛は描いてます。やばい。やばすぎるわ。すいません。もう手抜きのあるでございました。バイバーイ。